はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画はね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、ね、最近そのまあ学校子供と行ってるんですけどね、一人の小学生の男子、きっと6年生5年生ぐらいかな、まあ、でもちょっと落ち着きないから4年生ぐらいかもしれないですけどね、僕が子供を連れて行って、まあ、帰る頃帰り行って、学校でバイバイってして、僕が家に帰ってくる道ぐらいの校門らへんのところで、一人のその先ほど言った4年生ぐらいの男の子が、誰、怪しいっていう風に僕を見るなり言った日があったんですよ。ね、なぜそんなことを言われるかと言いますと、僕ね、まあ、この格好で言ってるんですよ。こんな派手な服着てね、帽子に、メガネに、マスクで行ってるんですけども、まあでも、登校する、外に出る時のスタイルってちょっと変わってるんですよね。帽子をここまでかぶって、フードをしてます。これで、子供と手繋いで、小学校に今行ってるんですよ、朝ね、連れて行ってるんですけども、まあちょっとね、1年生なんで危ないんでね、途中でどっか行っても嫌やからね、連れて行ってるんですけども、まあ、この格好で小学校まで連れて行ってバイバイって言って帰るんですよ。まあ確かにこんな格好で外、朝からそんな外歩いてたら怪しいですよね。それはまあ僕もわかります。でもまあこれにはやっぱりその理由がありましてね、お察しの通りだと思うんですよ。紫外線対策でございます。紫外線対策でこの格好をしてます。この格好をする前にしっかり顔、このね、肌に混ぜてるところらへんをね、しっかりね、でもそうなんですけど、日焼け止めクリームを塗っております。で、マスクに眼鏡に帽子にフードっていう形で紫外線から身を守るためにこういう格好をしてます。なぜ紫外線をね、こんだけカットしなあかんのかっていうと、肌の GVHD 副作用、拒絶反応が出るんですよね。ただれます。口の中みたいにただれる恐れがあるんですよ。水膨れなさでしてね、日焼けのきついバージョンですわ。言うたら夏に行き過ぎたら日焼けしまくるでしょ。それがね、春から、まあ、年がら年中起こるわけです。これはまずいなというので、まあ、仕方なくこういう格好をしてるんですけども、すれ違う小学生男子に怪しいと言われます。まあね、しゃあないですよね、それはね。でもやっぱりね、そのことをすれ違うことが何日か続いて、とうとう校門の前に教頭先生が立ってる日がありましたね。うわー、教頭先生立ってるわ、みんなに挨拶すればどうしたんかな、いや待ってよ、今までこんなんなかったなって、職員会議中じゃないこの時間帯みたいな感じで思ってたんですけども、まあきっと通報があったんでしょうね、生徒からね、怪しい人がおる、フード、マスクに、メガネに帽子、怪しすぎる。でもね、ちゃんと多分全国、日本全国的にあると思うんですけども、学校の周りの通学路の角角とかに見守りたいっていうおっちゃんとかが、同じようなこのパーカー、こんな派手じゃないですけど、パーカーとか防犯チョッキとかを、防犯ベストとかを反射板ついたやつとかね、着て背中に小学校の名前とか書いて立ってると思うんですよね。そんなおっちゃんらにもちゃんと僕はおはようございます、おはようございますって言って、で小学校のその群衆歩いてるで、まあ同じ時間帯から一緒に行くじゃないですか、一緒に歩いて行くんですけども、子供と手繋いでね、だから別に何も怪しくないんですよ。子供と手繋いでるし、手伝ってたら、こいつの親って、わかると思うんですよね。でもなんか、教頭先生が、立
ってやられましたね。まあまだ1日しか見てないですけども、まあでもね、僕はちゃんと保護者証、首からね、ぶら下げるこの名札みたいなやつつけてるんで、何年何組の、何年生の保護者証っていうふうなのを持ってるんで、それをぶら下げて、フードをかぶって行ってるんで、まあ大丈夫だと思うんですけどね。まあ、怪しいにやったら、まだ保護者として浮いてるし、でまあそろそろ、なんなら、見守り隊のおっちゃんらが着てる、パーカー、防犯ベスト、で、キャップあるんですよ。ここに小学校の名前書いたね。背中に小学校の名前書いたやつ。あれを、あれまあ学校指定やと思うんで、その、ね、そのおっちゃん、地域のおっちゃんの協力を得るために、そして安全にことを進めるために、そういうユニフォームを着てるわけであるので、僕ももらおうかなと思うんですけど、まだ言ってないんですけども、これは病気で、先生にね、いつもこう、聞こうと思いますっていう風なのをする前に、子供の安全を守るために、先生に、ね、学校の先生にちょっと聞いて、どないかしてもらえないですかねって、いただけないですかねってこう、聞いてみようと思います。でもそれやったら、あいつに怪しいって言われて済むよなって思ってるんで、まあでもね、まあ、この、小学生男子にいちいち怪しいって言われて、いちいち気にしてる俺ってなんなんっていうふうにちょっと思うんですけども、自分もね、きっと小学生の時にそんな人おったら、すれ違いざまに避けて通り過ぎた後に、めっちゃ怪しいなって言ってると思います。気持ちはわからんでもないんですけども、僕は紫外線対策のために、こういう格好をしてます。ということを伝えたいです。いや、伝えたいけど、小学生の男の子って、でも分かってくれないと思うんで、まあ見てね、慣れてもらうしかないですね。まあ先生から言ってもらうとかね。まあ、そんな感じでございます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。